松屋国の領域松屋国あるいは抹茶国は古代インドの十六大国と呼ばれる有力勢力のうちの一つ。クル国の南、ヤムナー川の西岸に位置し、この川を挟んでパンチャーラ国と対峙する。西部はチャンバル川北岸の丘陵地帯である。パーリ語の文献ではマトゥラーを首都とした隣国のスラセーナ国と一緒に言及されることが多い。現在のラージャスターン州。 ジャイプル、あるある、バラトプルを含む地域にあたる。松屋国の首都はビラータながらで、これは松屋国王、ビラタの中から取ったものであると言われる。松屋国の強大な勢力は、ブッダの時代にはかなり衰えており、すでに政治的な強い影響力を行使できない状態になっていた。マハーバーラタには、チェリーディ国王サハジャによって統治されていることが記されており、 チェーリ国に吸収された時期があった可能性を示唆している。インド及びパキスタンにはミーナと呼ばれるジャーティがあり、ビシュヌ人の化身の一つ松屋をその階層とすると、称するが松屋国王、ビラタの親戚の血を引いているとも言われている。ミーナは11世紀までビラータながらを統治していた。ありがとうございます。